TOKYO HOT 100 on 81.3 J-WAVE。 はい、クリス・ペプラーです。今日は4月23日、時刻は5時を回ったところですけどもね、もうこの季節になりますと十分太陽まだ照っております。嬉しいじゃないですか、気持ちいいですね。で、昨日は、セゾンカードプレゼンツ J-WAVE ザ・クリス・ペプラーショージャモラマ初開催、第1回目だったわけですけれども、そうなんです、セゾンカード、この TOKYO HOT 100スポンサーシップしていただいております。セゾンカード様々と、そして J-WAVE のご協力を仰ぎましてですね、クリス・ペプラー初プロデュースの音楽イベント、ジャモラマを、ZEPP と共同で、プロデュースしてやったんですけれども、非常にいい感じでしたね。1回目、テーマは 70s 女子ロックボーカル、ということで、メインは、グリムスパンキー、そしてオーストラリアから、ストーンフィールド、それからラブサイケデリコ、そしてオープニングを、ギター女子レイと、それから、ポルカドットスティングレーがオープニングを務めてくれたんですけれども、非常にいい感じにみんなやってくれましてですね、レイ君がすごい頑張ったね。レイちゃん、出てきて、太鼓とドラムと彼女だけだったんですけど、なんかこう出て急にこうギターで、うまいんですよ彼女、結構ブルースギターは本当バキバキ弾ける子なんで、なんとなくその、イベントの口火というか、雰囲気はものすごく出ましたね。基本的にやっぱり 70s のそういったいろんなロックの要素っていうものが、満載の、皆さんに出ていただいたんですけれども、すで、にもう次回実はもう考えておりまして、次回はちょっと私のお友達関係にちょっといろいろ出ていただこうかなと、いろいろというか、出ていこういただこうかなというふうに考えているんですけれども、そうだね、ちょっと今回は若手がちょっと多かったかな。ラブサイケデリコはもうベテランの域だと思いますけれども、その他皆さんすごい若いバンドだったんでね、次回はちょっとベテランに出てもらおうかなみたいに考えておりますけれども、さあ誰が出るかな。それではここで皆さんに考えていただいている間、 TOKYO HOT 100の最新のトップ5をご紹介しましょう。5位は La La Land Cast Another Day of Sun、 かつてのナンバーワンソング、先週8位から再び3ポイントアップ。4位は3代目 JSOUL BROTHERS from EXILE TRIBE Happy、 引き続きベスト版のセールス好調です。10位は先週と変わらず。3位はグリムスパンキー美しい薔薇、ニューアルバムのセールスも加算され、先週7位から4ポイントアップ。おっと、2位はザ・チェインスモーカーズ&コールドプレイ Something Just Like This、 一周連歌で王座陥落です。ということで、最新の TOKYO HOT 100 100曲チャートのてっぺんにいるのは一体誰。現在世界で最も稼ぐ DJ が1位をダッシュ。 Here's your brand new number one、 Calvin Harris featuring Young Thug for Pharrell Williams and Ariana Grande、 Heatstroke。 はい、いかがでしたか。次回 TOKYO HOT 100ゲストは誰が出るかな、これを教えていきます。モンドグロッソとアウスゲール2組です。それではね、じゃあね。 J-WAVE Podcasting TOKYO HOT 100